ピーター・ボイルはアメリカ合衆国の俳優。代表作はシチュエーションコメディー、ヘイ、レーモンド、ヤング・フランケンシュタインなど。発作を起こして6ヶ月の入院生活を余儀なくされた後の復帰作、1996年に SF ドラマ、X ・ファイルでのゲスト出演が評価され、エミー賞を受賞。1970年の映画、ジョーでは喜劇的で、 ドラマティックな演技が評価された。ペンシルベニア州ノリスタウン生まれの彼はアイルランド人のジを引くクアリス・ボイルとピーター・ボイルシニアの間に生まれた。それからフィラデルフィア郊外に引っ越した。彼の父親は1951年から1963年までフィラデルフィアのテレビパーソナリティを務め、西部劇、チャックワゴン、ピートやチビッコギャングと サンバカ大賞の短編映画と、ポパイなどを放送した夕方の児童向け番組アンクル、ピート・プレゼンツ・ザ・リトル・ラスカルズの司会も務めた。ボイルは、ストリート・フランシスで、セールズ・スクール、そして、EN ・ウエスト・フィラデルフィア・カトリック・ハイスクール・フォー・ボーイズに通った後、3年間、ラサール会の見習い像として過ごしていた。彼は、 他のみならいぞと共同生活を送った後、1957年にフィラデルフィアのラサール大学で BA を取ったが、宗教的と呼べる生活を送っていたと感じていなかったため、ラサール会を去った。フィラデルフィアに行った頃、フローレンス・ハンフォードが司会を務める料理番組テレビジョンキッチンのカメラマンを務めた。1959年に EN、オフィサー・キャンディデート・スクールを出た後、 アメリカ合衆国海軍の海軍将尉に任命されたが、神経衰弱のため任期が短くなった。ニューヨーク市でボイルは、防衛庁や郵便局員の仕事をしながら、ユタ平原の指導の元演技を学んだ。ニール・サイモンのおかしな二人の全国公演版では、警官のマレーを演じた。シカゴでこのツアーから去った後、セカンドシティの即興劇に参加した。その後、 シカゴで撮影された1969年の映画アメリカを切るでは屋内射撃場の支配人としてエキストラ出演した。1970年、ボイルは映画ジョーにおいて主人公であるニューヨークの工場で働く頑固な男を演じた。この映画は暴力や言葉遣いの汚さゆえに議論の的になっていた。この頃、ボイルは女優ジェーンホンだと親しくなり、 彼女と共に、ベトナム戦争に反対する運動に参加していた。ジョーから勇気をもらった人々の存在を知ったボイルは、映画、フレンチコネクションの主演のオファーを断り、暴力に満ちたと判断したテレビ番組や、映画の出演の依頼も断った。次に、彼が演じた大役は、候補者ビル・マッケイで、ロバート・レッドフォードを演じる議員の選挙参謀の役だった。また、映画、 エディ・コイルの友人たちでは、主人公と対照的なアイルランド系のギャングを演じた。この時期のボイルのもう一つの代表作に、メルブルックス監督のパロディ映画、ヤング・フランケンシュタインのモンスター役がある。古典ホラー映画、フランケンシュタインへのオマージュでもある。この映画には、モンスターが、シルクハットに、エンビ服といういでたちで舞台に上がり、うなるように、踊るリッツの夜を歌い上げる場面がある。 当時ボイルは私が演じたこの怪物は赤ん坊のような存在です。大柄で不気味で醜い彼ですが生まれたばかりですからすべてが新しいもののように感じ不安もつきまといます。このようにイメージして私はこの怪物を演じました。と話している。ボイルはこの映画の取材に来ていたローリングストーンチの記者であるロレイン・アルターマンと知り合い彼女とデートに誘う時も 怪物の名キャップはそのままだった。アルターマンが小野陽子と知り合いだったことがきっかけで、ボイルは陽子の夫であるジョン・レノンと親しくなり、1977年に行われたボイルとアルターマンの結婚式で、レノンは付き添い人を務めた。ボイル夫妻は二人の娘に恵まれた。1977年、ボイルはジョセフ・マッカーシー上院議員を演じたテレビ映画。 E.N. テールガンナー上でエミー賞に初めてノミネートされた。この映画では主演を務めたボイルだったが、どちらかというと味のある脇役としての出演が多く、マーティンスコセッシュ監督ロバート・デ・ニーロ主演の映画タクシードライバーでは理知的なタクシー運転手ウィザードを演じ、1978年に公開された映画ブリンクスでは 当品会受け業を営むバーの経営者を演じ、ハードコアの夜では、主人公に雇われた探偵の役を務め、バッファローを住むところでは、ゴンゾージャーナリストのハンター・エストンキソンの弁護人を演じた。また、1981年の映画、アウトランドでは、主人公をニールと対立する悪徳採掘会社の社長シェパードを演じ、チーチチョン・マデリーン・カーン。 モンティ・パイソンのメンバーらが出演したコメディ映画、チーチチョン、イエローパイレッツでは、カンパンチを演じ、マイケル・キートン主演のコメディ映画、ドリームチームでは、レイ・チャールズの歌を大声で歌ってしまう癖のある、精神病患者を演じた。SF 映画、クライシス2050で、悪徳企業の社長を演じた一方、スーパーヒーロー映画、シャドウでは、 主人公の乗るタクシーの運転手役を務め、あなたが寝てる間に、では、サンドラ・ブロック演じるヒロインの婚約者の父親を演じ、エディ・マーフィ主演のコメディ映画、ドクター・ドリトルでは、主人公の能力を利用しようと企む企業、ノットリアを演じ、チョコレートでは、ビリー・ボブ・ソントン演じる監修の父親である、黒人差別主義者の男を演じ、スクービードにモンスター・パニックでは老人を演じた。 声優として、アニメ映画、猫の恩返しの吹き替えにも参加した。またカメオ出演も多く、1985年の映画、ポーキーズ、最後の反撃では、羽橋の捜査員役で出演し、マルコム X では、警部役を務めた。マルコム X が公開された1992年、ホルヘルイス・ボルヘスの小説、死とコンパスの映像化作品である。 デスコンパスにも出演したが、映画の公開は1996年にまで伸びてしまった。映画及びテレビ俳優としての出演の他にも彼は舞台に出演しており、1980年にはカールライナー演出のブロードウェイのシバイザ・ローストに出演した。同年にはサム・シェパードのオフ・ブロードウェイの劇、トゥルー・ウエスト本物の西部でトミー・リー・ジョーンズと共演した。 その2年後、ボイルは、サークルレパートリーで、ジョー・ピンタウロ演出のスノー・オーキッドという劇に、出演し、崩壊した家庭の過剰を演じたが、評判は良くなかった。1986年、ボイルは、ダニー・アーノルド制作のコメディドラマジョー・バッシュで、主人公のである孤独で、遠征的で時には他人を信用しない、ニューヨーク市系の警官を演じた。共演者のディレーン・マシューズは、 主人公の友人で女優という設定である。このドラマの評価は高かったが、すぐに打ち切られてしまった。2006年12月12日、ニューヨーク長老派協会病院で多発性骨髄死と心臓病のため死去。死の前にオールローズリードホームの収録を終え、ザ・ゴールデン・ボーイズにも出演することになっていた。サンタクローズさん、クリスマス大決戦のエンドクレジットには、 彼への追悼のメッセージが入っている。ボイルの72歳の誕生日となるはずであった老日の2007年10月18日、彼の友人であるブルース・スプリングスティーンは、マディソン・スクエア・ガーデンで行われた、イーストリート・バンドとの共演で、ミーティング・アクロス・ザ・リバーとジャングルランドを連続で演奏し、ニューヨーク市であって、以来の私の古い友人が亡くなった。そして今日は、 彼の誕生日であろう日だ。と語った。ありがとうございます。